った、嬉しい。あ、振らずにゆっくりと。年上が乾杯するルール。よーし、言うたね。じゃあ、一番年上らしいから。じゃあ、皆さん、どうも お疲れ様でした。その辺頑張りましょう。乾杯。ありがとうございます。食レポを早速行こうか。はい、任せください。本日のミッション、山本のり店が山本山の特製のり弁当を食レポ。はい、じゃあ誠に僭越ではございますが、大好評山本隆弘の食レポということで、今日は山本山藤井茶房のり重牛すき焼きでございます。はい、じゃあおーあーし、はい、いいですね。いただきます。あ、これはですね、これバラボスと言われる海苔でございます。で、その下にですね、その下にやばいね、これ全部なくなるよ、これ。その下にいわゆる皆さんのよくご存知の板海苔、それを一緒に食べるということだと思います。いただきます。少しだけお醤油が塗ってございまして、でそもそもこのバラ干しはですね、すごく香りがいいお海苔ですので、その香りとこの板海苔のこの味の良さとやっぱお醤油が相まってですね、これ見えますかね、バラ干し、海苔、ご飯、海苔、ご飯です、でございますので大変美味しゅうございます。船の上はあんま向いてない食べ物ですね、これ。だ、結構飛びますね、これ。でも揚げたらもうどうですか、海苔の味は。どういう海苔がいいんですかっていう話をすると長くなるんですけども、それこそさっきのですね、強度みたいな話じゃないんですけど、すごく通な人はいい海苔って何ですかって聞いたら、柔らかさですって答えるんです。ですので、まあとっても柔らかい海苔を使っております。どうして柔らかい海苔が高級かって話をしてもよろしいでしょうか。20分ぐらいかかりますけども。違うおかずいきましょう。あ、はい、じゃあ牛すき焼きですので、はい、いただきます。あ、もうこれはもうお肉がめちゃくちゃいいのを使ってますね。で、味付けはかなり甘めでございます。これも大変おいしゅうございます。あ、よく見たらこれも海苔のなんかですね。これはいや、こういうの怖いですよね。ところてんなのか白滝なのかみたいな、あいつ何も分かってねえなって言い切りましょう。とにかくですね、麺状の何かにこれは海苔の佃煮がかかっておりまして、間違いないです。間違ってたら恥ずかしいんですけども、海苔の佃煮も2種類ございまして、海苔の幻想をグツグツ煮込んで作るタイプと、一回板海苔にしてそれを焼き海苔にしてそれをグツグツ煮込む、聞いてますか。2パターン大きく分けてあるんですけど、これは焼き海苔にした後にグツグツ煮込んだタイプの佃煮ですね。そんなも分かるんですか。当たり前じゃないですか。誰が手振ってるの。聞いてますか。消えちゃった。星何個いいですか。はい、星3つです。10個中ありがとうございました。ありがとうございました。